でもおめでとう。でも一番引いた、ね、元気があったの。あんまり一番引いたのこれ。クーラーに水入ってる？入ってます。こっち塩が止まった。あ、ちょうどクリアス。なんだろう。いや、ついてます。なんか上に向かってきてるかもしれない。青筋じゃない？青筋門があるじゃない？この門から釣ったっけ？僕まだですね。なんだ？まあまあ。しかも今一回根に入ってたから畑かな。やべえ、みんなヒットしてる。
や餌でかくしたから。またなんか乗ったぞ。あ、またノーマルかな、ノーマルだ。また胃袋が。でかいなぁこれ。まあまあだよこれ。マジ？うん。みんな目が。やば。やば。
んだ。ねべら。なんか来たよ。またなんか来たよ。来た。うん。餌ちっちゃめにつけた方がいいよ。マジ？了解。でかよいしょ。
こいつはでけえよ。やべえ、腕がパンパンになる。浴衣じゃね？浴衣だな。嘘。あ、じゃね。あれね、バラ。ダメそう。無理？小笠原どうでした？いやもう最高でした。ハタがバンバン釣れます。また行きたいね。行きたいね。夏また、うん、魚種も変わるっていうんで行きたいです。それでは小笠原丸で帰ります。こっから約24時間の船旅。ということで本土に戻ってきました。戻ってきました。26時間かかりましたね、帰りは。かかりました。ちょっと海の状況がちょっと荒れちゃって、ね、ちょっと遅延しちゃったんですけど、なんとかちょっと長い船旅を終え、無事本土に戻ってきました。ちょっとね、コロナが心配ですけど、ちょっとそれを気をつけつつ、これから過ごしていきたいなと思いますね。また小笠原とか遠征に行ければ。誘ってください。はい。またよろしくお願いします。お願いします。また動画見てください。